近畿単語鉄道 KTR8000 系機動車は1996年に西日本旅客鉄道のキハ5 8系の置き換えを目的として北近畿単語鉄道が導入し2015年4月1日からはウィラートレインズで使用されている特急系機動車である2両編成5本が製造された単語ディスカバリーの愛称があり 2011年3月までは同名の特急列車に充当されていた。製造当初は福知山線系統で使用されていた。そのため、エーデル単語の後継者として、西日本旅客鉄道の183系電車との並結装備を持つ8000番台、および並結装備を持たない8 0 10番台に区分される。電車と並結するために密着連結器を用い、これは、 非平結仕様の8010番台も同様で8000番台との連結も可能であるが、その他の北近畿単語鉄道所有の車両との連結は不可能である。奇数番号車と偶数番号車の2両でユニットを組み、MC1 には運転室直後に側面に大窓を持つ、フリースペースの展望室、MC2 には後くらいにトイレと洗面所を持つ。座席は、 リクライニングシートで、定員は、MC1 が51人、MC2 が49人、1ユニットあたりの定員は100人で、シートピッチは 1050mm と広く取られている。複数ユニットを並結するため、前頭部は貫通構造となっているが、ホロは通常両開き式のプラグドアによって隠されて、折り連結時のみ引き出して使用する。 JR 西日本の申請した特急型電車のように裾絞りが大きく取られているが振り越し機車両ではない。駆動用ディーゼルエンジンは単語エクスプローラー KTR-001K 機動車と同様に小松製作所製 SA6D125 系エンジンを各社に2機ずつ搭載している。台車はキハ185系機動車の DT55。 最高速度は時速 120km。ブレーキは電気指令式になっているが、前述の8000番台では電磁直通ブレーキを装備する183、軽電車との並結を行うためブレーキ指令の読み替え装置が搭載されている。この装置は並結運転を終了して、以後は使用されていない。軽敵はオータムウィンターマイナス -2 型空気笛が装備されている。 車内チャイムは、北海道旅客鉄道の特急列車と同様のもので、あるが、編成によっては、東日本旅客鉄道の特急列車と同様の、春の歌も加えて搭載されているものもある。リニューアル前、編成、単語ディスカバリー転落防止ホロは設置されていない。インダストリアルデザイナーの水戸岡英二によるデザインで、海の京都をイメージした、単語の海として、 内外装のリニューアル改造が行われた。内装は先行した赤松、青松、黒松と共通した木材を中心とした和風のデザインとなり、客室天井と壁は白樺、床は奈良座席は階でが使用されている。外装は藍色メタリックとなり、各所にロゴマークが配置されている。一編成あたりの走行費は約8000万円。最初に、 KTR8011KTR8012 がリニューアルされ2015年11月13日に宮津駅で出発式を行い、京都単語鉄道線内の特急、単語リレー及び、普通、快速列車で運行を開始した。特急、橋立、舞鶴など JR 西日本線内への乗り入れについては、当初調整中となっていたが11月21日より、 運用が開始された。続いて、KTR8001、KTR8002 がリニューアルされ、2015年12月26日に運行を開始した。なおに編成目は、未踏化の設計、デザインに、京都兵具共同組合の全面協力を得て、自由席側に金箔の装飾品を設置するなど一編成目とは異なる工夫が施された。その後、 順次、リニューアル改造が進み、最後に残った、KTR8015 から8016が2017年5月6日を、もって、旧塗装での運行を終了。現在では、全車改造が完了している。臨時列車、単語 UU-52021 年3月13日の、ダイヤ改正から次の列車で運用されている。 1996年の登場時は、福知山線系統の特急、単語ディスカバリーとして新大阪駅久美浜駅間で運行され、新大阪駅福知山駅間は特急、北近畿の最後尾に、ニュートラル状態で連結、稽引、北近畿単語鉄道線内は自走するというパターンだった。また、単語レインボーという車線内急行列車も運行を開始し、 本形式の非平結使用者が充当されたが1999年10月2日のダイヤ改正をもって廃止された。1999年10月2日の舞鶴、宣伝化開業に伴うダイヤ改正で京都発着の単語エクスプローラーと運転系統使用車両が入れ替えられ、KTR-00HK 機動車が福知山線経由となった特急 単語エクスプローラーとして新大阪駅、久美浜駅間を単独で走るようになり、単語ディスカバリーは京都発着、山陰本線経由の列車になり、本形式の全面貫通構造を活かして東舞鶴駅発着系統との分割並行運用を行うようになった。2005年の JR 福知山線脱線事故により、対策として設置された ATSP を 当時、単語エクスプローラーで運用されていた KTR-00HK 機動車は非搭載だったため、暫定的に ATSP、ATS、SW 両方を搭載した本形式を使用して運行することになり、特急、単語エクスプローラーとして再度福知山線経由の列車になったが、2007年3月18日のダイヤ改正で所定の運用に戻っている。 またこの改正で、デッキに設置されていた灰皿が撤去され、全面禁煙となった。2011年3月13日のダイヤ改正で、列車名としてのタンゴディスカバリーの愛称は廃止され、同ダイヤ改正以降は、車両はそのままに、舞鶴、橋立てで運用されている。同時に、2011年3月から、北近畿タンゴ鉄道線内運転の連絡特急。 単語リレーにも使用されている。なお2012年10月20日にはジオパークディスカバリー運行実行委員会により企画された特別列車ジオパークディスカバリーとして営業列車で天の橋立駅鳥取駅間を運行したこともある。ありがとうございます。